せーの、ただらきチャンネル。こんにちは、メンヘラ整形アイドルただらきちゃんです。よろしくお願いします。二重埋没から6日目、こんな感じです。はい、今日は以前からちょいちょいご質問いただいていたスキンケアについてご紹介していきたいと思います。と言いましても、私は本当に大したスキンケアはしてないので参考にならないかもしれません。まず化粧落としはこちら、肌に優しいみたいなやつじゃなくて結構がっつり落とせるやつを使っています。洗顔はこちら、洗顔で重視するのは洗ってる時に気持ちいいかどうかです。これをモコモコに泡立てて、泡でこうマッサージするようにくるくる洗ってます。特に私、鼻の中にいろいろ異物を入れているので皮膚が薄くなってしまっているのか結構荒れることが多くて、泡で優しく優しくこの辺とかは結構丁寧に洗うようにしています。で、お風呂上がりに使うのがこちら、 500ml で650円税抜きという安さに釣られて買いました。結構これはサラサラしています。だから大量に手に取っちゃうと結構ダバダバ下に垂れたりとかするので、少量ずつ塗ってます。こう手で包み込むような感じで、あんまパン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 ってやるとなんか顔の血管が切れるって聞いたことがありますよ。こう押し込む感じです。で、ちょっと気持ち上向きに重力の力を借りて浸透させましょうってテレビで言ってたので、で、少量ずつ取るのを3回ぐらい毎日繰り返しています。化粧水を塗り終わったら次は保湿ジェルを塗っていきます。こんな感じのトローンってしたジェルです。乾燥しやすいところ中心に、で、そこを中心にちょっと伸ばしてあげます。これはお風呂上がりすぐに化粧水塗れない時とかにも重宝してます。 OKOK。 でもう最後、無印の乳液少量取って薄く伸ばすような感じで、私多分顔が油っぽくて、いろいろ塗るとこうポツポツができちゃったりとかするので、結局シンプルなケア方法が一番いいなっていう風に思ってこんな感じにしました。パックとかもすっごい気分がいい日しかやらないです。で、番外編、ニキビ、吹き出物が出た時の対処法、必要なものはこちらと100均のコットン。これはツイッターのリツイートで回ってきて知ったんですが、オロナインをちょこっと手に取ってニキビのある場所に薄く塗ります。そうしたらコットンにたっぷりとハット麦化粧水を染み込ませて、さっきオロナインを塗ったところに貼り付けてパックします。結構大きめのニキビができちゃった時とか、あとはちょっと肌にポツポツできちゃった時とかにやってます。次は日焼け編。結構ね、コメントで色が白いですねって褒めてくださる方がいっぱいいるんですけど、私は基本日焼け止めは塗りません。塗れるんだったら塗った方がいいんだと思うんですけど、もう肌がねポツポツが止まらなくなっちゃうんですよ。いろんな日焼け止めを試したのですが、あんまり合うものが見つかりませんでした。今の私の日焼け対策はこれ、日傘ラッシュガード。これ海とかあのバーベキュー行く時とかにね、水着の上からこう羽織ったりするやつなんですけど、大学生の時とかは最寄りの駅まで自転車で行っていたので、結構これをねこういう感じで着込んで日傘を左手で持ってそのまま運転したりしてました。田舎じゃないと許されないですよね。じゃあ私のスキンケア以上で紹介終わりました。
なんかメイク系 YouTuber さんとかのスキンケア紹介とか見てると本当にめちゃくちゃすごい工程踏んでたりしますけど、あれ本当に毎日やってるんですかね。めっちゃめんどくさくない？私もちょっと女子力を上げていきたいので、おすすめの商品とかあったら逆に教えてください。お願いします。じゃあ今日の動画もここで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンぜひポチッとお願いします。じゃあまた明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。